皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はストリートファイター6のファミ通紹介をしていきたいと思います。あの男が帰ってきます。ガイル、アメリカ空軍のパイロットとして国のために戦います。シャドルの解体に成功し、友人であるナッシュの仇を討った後は家族と平穏な生活を過ごしていますが、日々の喜びをかみしめながらも、その目は新たな戦場を見据えていました。ガイルは再びストリートファイトの世界へと舞い戻っていきます。距離戦が得意な10年の性能です。ガイルは遠距離飛び道具のソニックブームと、相手を蹴り上げる対空技のサマーソルトキックなど使い、相手との間合いを測りながら戦うのが得意です。飛び道具を嫌がって飛んできた相手を叩き落とす10年の戦法で戦えます。さらにユニークな新技も持っているとか持っていないとか。ストリートファイター5では V スキルだったソニックブレイドが必殺技になっています。停滞した衝撃波を繰り出して、さらにソニックブームを重ねるとソニッククロスに変化します。ドライブシステムと絡めれば近距離戦もお手の物です。ガイルは緑と黄色を基調としたエフェクトが発生して、強力なドライブインパクトなどを決めれば画面がド派手に盛り上がります。ステージ、ガイルステージは海上に浮かぶ空母で、飛行機、国旗、陽気な見物人が戦いを賑やかにします。スーパーアーツレベル3またはクリティカルアーツは、完全新技の必殺超必殺技となるクロスファイアーサマーソルトです。怒涛の連撃にとどめはおなじみのサマーソルトです。というわけで今回はこの辺で、ストリートファイター6のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。